第2回はるかちゃんコーディネート王決定戦。おお、はるかちゃんコーディネート王決定戦とは、じゃじゃん、ズバリはるかに似合いそうな服を私たちが用意してプレゼンするコーナーよ。はるかちゃんに一番着たいって思ってもらえた人はそのコーディネートを実際に着てもらえるの。ええ、着てもらえるのは選ばれた人だけだから頑張ってプレゼンしなきゃね。ちなみに初代王者はみのりよ。ペンギンコーデで攻めたところが強かったわね。王座は絶対に守りきります。頑張りましょうね、みのりちゃん。いや、あんたはみのりに挑戦する立場でしょうが。あ、そうねそれにしても、誰かのために服を選ぶのって楽しいわよね。どんな服が似合うかしらってお店を回って、その人のイメージぴったりな服を見つけた時なんてすごく嬉しいし、それに選んだ服でその人がもっと魅力的になったらとっても幸せな気持ちになれるもの。誰かに服を選ぶ楽しさか。確かにその人だったらどんなコーデが似合うのか、どんな服を喜んでくれるのか考えるのは楽しそうだね。コーディネートされるのも楽しいけど、私もみんなに服を選んでみたくなっちゃった。それすごくいいじゃない。今回王者になった人がコーディネートされる側になるってことだよね。私もいいと思うな。私もみんなにコーディネートしてもらいたいわ。いいアイデアをくれてありがとう。ファッションショーもいつかできるように頑張るね。それじゃあ全力ではるかのコーディネートをやっていくわよ。今回のテーマは、というわけで第2回はるかコーディネート王決定戦の優勝者は、なんとみのり。爽やかなブルーのワンピースと白いニットカーデのコーディネート、すごく可愛かったよ。みのりちゃん、すごいわね。っていうか、ちょっと強すぎない？はるかちゃんの魅力を深く分かっているから、ぴったり合う服を探せるんでしょうね。はるかちゃんにこれ着てほしいって思ったものを持ってきてるだけなんだけど。ま、もともとはるかオタクだものね。はるかのことに関してはみのりに勝てる気がしないわ。はい、はるかちゃんのことは任せてください。ありがとう。次はみのりに似合うコーディネートを考えてくるね。今日の配信も楽しかったわね。うん、みんなもすごく喜んでくれてたし。なんとなくだけど、この前のイベントのおかげでファンのみんなの熱量が上がってる感じがするよね。
そうね、今日みたいに企画のアイデアをくれたり、やってほしいことを書いてくれたりして、すっごく助かるわ。この前のリアルイベントも、ファンのみんなのおかげで実現できたものね。うん、アイドルはみんなファンに支えられて成長していくものだけど、今の私たちは特にファンの力があるからこそ前に進めてる気がする。そうね、もちろんファンにおんぶに抱っこみたいなことにはならないようにしたいけど、ファンと一緒にモアモアジャンプを成長させていくことが今の私たちにとって一番いい道のような気がするわね。みんなに成長させてもらえている分、ちゃんとみんなに希望を届けていきたいわね。そうだね、もっともっともっと頑張らなきゃ。じゃあ今は次のイベントの土台作りをしながら、どんな配信をするか考えようか。そうね、ファンのみんなと交流しながら盛り上げるなら、じゃあ久しぶりにリクエスト企画はどうかな。私たちにやってほしいこととか、みんなが配信で見たいものを募集するの。みんなが出してくれたリクエストとか意見で、もっともっと面白い活動ができるかもしれないし。いいわね、今の私たちにない発想ももらえるかもしれないわ。確かにさっきもらったコメントでも、コーディネート企画の幅が広がった気がするよね。ファッションショーをしてほしいってコメントがあったけど、配信を重ねていろんなコーディネートができたら、実際に会場を借りてイベントを打っちゃうのもありだし。わー、本当にできちゃうかもしれないの？不可能じゃないと思うよ。ファンのみんなと協力すれば可能性は広がるって教えてくれたのはみのりでしょ。私も賛成よ。いいアイディアをもらえるといいわね。ええ、張り切って準備しましょう。やったー。あ、私告知用の台本作ってみたいな。いつもはるかちゃんにやってもらってるし。いいよ、じゃあ一緒にやってみようか。うん、じゃあ私はリクエスト企画以外の台本を作っておこうかしら。シリーズ化してる企画なら手をつけられそうだし。しずくも手伝ってくれる？え、わかったわ。みんなやる気いっぱいね。私もファンのみんなに喜んでもらうためにも、みんなの力になれるようにもっと頑張りたいわ。というわけで、みんな、こんなコーナーをやってほしいっていうリクエストとかあるかしら？みんなが私たちにしてほしいことをどんどん書いてほしいな。いいわね。愛理ちゃんはお料理がとっても上手だから、私も教わりたいわ。こらこら、あんたたちもやるのよ。そうでした。他のみんなはどうかな？ありがとう。近いうちにライブもイベントもやりたいと思ってるわ。うん、ライブに向けていろいろ準備していかなきゃね。
しょう。わあ、私たちの衣装。確かに、これからもっと活動していくならちゃんとしたライブ用の衣装があった方がいいわね。うん、みんなのおかげでイベントやライブもできるようになったしね。じゃあ次はみんなでライブ衣装を作っていこうか。賛成。コメントを見ると要塞をしてくれそうな人は何人かいそうだけど、デザインはどうしましょう。そうね、せっかくだしファンのみんなにお願いするのもいいけど。あ、いいね、衣装デザインコンテスト。私たちがそれぞれ衣装のデザインを考えてファンのみんなに投票してもらう感じかしら。面白そう。まあ、みんなありがとう。その時はよろしくね。じゃあ決まりね。最高のデザインを考えてくるから楽しみにしててちょうだい。みんなも頑張って作ろうね。大事なライブ衣装をファンのみんなに作ってもらうなんてすごく素敵なことだね。だけどデザインするのって大変そうだな。みんながどんな衣装にするかもう決めてるの？私はまだかな。これからゆっくり練っていこうと思う。私も。でもみのりは何個か思いついてそう。アイドルになったら着てみたい衣装、いくつかデザインしてあるんだ。モーモージャンプに合うかわかんないけど、参考にできるかなって。まあ、みのりちゃんらしいわね。私はどんなデザインにしようかしら。今から完成が楽しみね。私も衣装ができたらみんなでライブしようよ。これからデザインするところなのに時間早いな。だって楽しみなんだもん。りんちゃんの気持ちはわかるな。僕もどんな衣装になるのか気になるし。みんなよかったら見せてくれないかい？ええ、もちろんよ。そうね、少し時間はかかると思うけど、私もみんなに見てもらいたいわ。そのためにも頑張って考えなきゃね。うん、じゃあ帰ってからそれぞれ作ってみようか。みんな、頑張ろうね。おー、私たちの衣装はどんなデザインがいいのかしら。チアフルデイズの頃は曲ごとに衣装が作られていたから、
固定のデザインはなかったのよね。でもキラキラした衣装を着てステージに立てることが嬉しくて。そうだわ、他のアイドルグループはどんなデザインの衣装を着ているのかしら。アイドルグループの写真を検索。前に愛理ちゃんたちに教えてもらった時は確かここに文字を入れて、あら、元のページに戻れなくなっちゃったわ。どうすればいいのかしら。困ったわね。お姉ちゃん、そろそろご飯。って、何してるの？しーちゃん、あのね、アイドルグループの画像を検索してるんだけど、たくさん出てきちゃって困ってるの。どうすればいいのか教えてくれないかしら。はあ、仕方ないな。ちょっとスマホ貸して。ありがとう、しーちゃん。でも、なんでアイドルの画像を探してるの？次の企画に使うとか？ええ、そうなの。実はね。へえ、衣装デザインを考えてるんだ。ええ、ファンのみんなに作ってもらえる衣装だから、モアモアジャンプらしいものにしたいんだけど。今まで衣装のデザインなんてしたことがないから、他のアイドルグループの衣装を参考にしようと思ったのよ。で、ページはうまく開けなかったってわけ。そうなの。でも、素敵なデザインになるように頑張って仕上げるわ。これからモアモアジャンプの大事な衣装になるかもしれないデザインだもの。みんなのためにも頑張らなきゃね。みんなのためにか。しーちゃん？あ、うん、そういうのすごくいいと思う。実は、まあ知ってるだろうけど、私たち最近オリジナル曲を作ってるんだ。あ、ライブの時に歌っていた曲ね。すごくよかったわ。ありがとう。その曲、サキたちが作ってくれたんだけど、私たちのためにって思いを込めてくれたんだ。しーちゃんたちのために。うん、すごく嬉しかったし心強く感じた。だからかな、曲としてもすごく良くて、レオニードとして演奏するのはこれしかないって思えた。そういうことがあったから思うんだけど、みんなのためにって思いで作るお姉ちゃんのデザインはきっと特別なものになるんじゃないかな。しーちゃん。まあ、まずはデザインを考えるところからだろうけど。そうね。でも頑張れるような気がしてきたわ。しーちゃんのおかげよ。ありがとう。別に大したこと言ってないでしょ。それにゼロから何かを作るのってすごく大変だって私も知ってるから。だから、そのアイドルのことはよくわからないし、私にできることはあんまりないと思うけど、調べ物をするくらいは手伝えるから、また何か困ったら言って。ありがとう、しーちゃん。ちょっと、急に抱きつかないでってば。だって、嬉しくって。もう、それで、何か他に手伝ってほしいこととかないの？あ、そうね。いろんなアイドルの衣装を参考にしたいのと、できれば、踊っている時の様子も見てみたいわ。わかった。
じゃあ動画を探してみようか。お姉ちゃん、調べたいアイドルのグループ名教えて。ね、ねえねえみんな、衣装のデザインできた？いくつか考えてみたけど、まだしっくりくるものはできてないかな。私もよ。キューティー時代の衣装とか他のアイドルの衣装を見て何枚かは描けたんだけどね。アイリちゃんの見たいな。別にいいけど、まだラフだし参考にはならないと思うわよ。ほら、このスケッチブックに書いてるんだけど。わあ、すっごくかわいい。本当ね。それにフリルの形がハートに見えるわ。そう、テーマはハートなの。でもそれだけじゃないのよ。他にも何か仕掛けがあるの？ええ、アイドルって言ったらやっぱダンスでしょ。だからダンスした時に見栄えがいいデザインを考えてみたの。ジャンプした時にスカートのハートが目立つようにしてみたり、こっちはターンした時に花びらみたいに広がるようにしてたりね。すごい、可愛いだけじゃなくてそんな仕掛けもあったんだ。さすがアイリちゃんだわ。まあまだまだ足りないところはあるけどね。これから集めていくつもりよ。みんなのはどんなデザインなの？はい、私のはこれです。どれどれ。へえ、花をモチーフにしてるのね。かわいいじゃない。もし自分がアイドルになったら着てみたいなって思ってたデザインなんだけど。前に言っていたわね。そっか、みのりの夢が詰まってるんだね。他にもはるかちゃんに着てもらいたいデザインとか、アイリちゃんやしずくちゃんのもあるよ。あら、本当だわ。私たちの分もデザインしてくれたのね。でも一人一人コンセプトが違うと、並んでステージに立った時にごちゃっと見えない？確かに。モアモアジャンプとしてのデザインを考えなくちゃダメだよね。そのあたりも難しいよね。私もこういう感じかなって書いてるんだけど、まだ納得できるものはできてないんだ。はるかちゃんのも参考に見てみたいな。あ、これだよ。まだ書き直す予定だから参考になるかどうかはわからないけどね。おお、可愛くて爽やかなデザインだね。それに装飾があんまりなくて動きやすそうな感じがするわね。激しいダンスでもしっかり踊れそうだわ。ありがとう。実はアイリの言った通り、どんなダンスも踊れるように考えてデザインしたんだ。バラードでもアップテンポな曲でも歌って踊れるようなデザインにしたいなって。まあ、すごく考えられているのね。ええ、はるからしい着眼点ね。ただその分ちょっと個性は薄く見えるかもね。そうなんだよね。もう少し私たちらしい色をつける必要はあるかな。モアモアジャンプだからこそのデザインっていうか、私たちだからこそ。難しいな。でもデザインを始めて少ししか経ってないのに、ここまでしっかり考えられてるのはすごいわ。アイリちゃんは工夫が凝らされているデザインだし、みのりちゃんはとっても可愛いし、
はるかちゃんのはダンスもうまく踊れそうで、3人ともすごく素敵なデザインだと思うわ。ありがとう、しずくちゃん。しずくはどんなデザインを考えてるの？私は、ごめんなさい、まだ全然できていないの。どんなデザインにすればいいのか迷っちゃって、他のアイドルの衣装を見て勉強してみたんだけど、どんな衣装が私たちに合うのかって考え始めたらまとまらなくて。そっか、でも大丈夫だよ、まだ時間もあるし。うんうん、発表までじっくり考えていこう。そうよ、私たちだってまだ考えてる最中だもの。きっとそのうちいい案が浮かぶわ。そうだね、デザインを見せてもらって分かったけど、私たち全員違うコンセプトで作ってるんだし、こうじゃなきゃいけないってものはないから、型にとらわれないで自由に考えてみていいと思うよ。そうすればきっとしずくの作りたいデザインが浮かんでくるんじゃないかな。私の作りたいデザイン、そうね、ありがとう。みんな、もう一度ゆっくり考えてみるわ。ええ、頑張りましょう。私もゼロから考え直さなきゃな。ファイトだよ、みのり。一緒に頑張りましょう、みのりちゃん。うん、ファンのみんなに作ってもらうんだし、最高のデザインを考えなくちゃ。ダメだわ、これも違う気がする。帰ってから何枚か書いたけど、どれもしっくりこないわ。こうじゃなきゃいけないってものはないから、型にとらわれないで自由に考えてみていいと思うよ。そうすればきっとしずくの作りたいデザインが浮かんでくるんじゃないかな。うん、私の作りたいものってどういう衣装なのかしら。みんなは自分たちの作りたいものをちゃんと持っていたわ。私が作りたいもの、表現したいものは、私にはみんなみたいに表現したいものがないのかも。チアフルデイズの時もセンターでいることが精一杯で、求められているイメージを守ることに必死だったし、今はありのままの私をようやくファンのみんなに見てもらえるようになったけれど、はるかちゃんみたいなアイドルの中のアイドルじゃないし、アイリちゃんみたいな明るくて可愛いアイドルでもない、みのりちゃんみたいなまっすぐさも、ダメだわ、どうしても思い浮かばない。愛理ちゃんに話を聞いてもらいたいけど、この時間だとさすがに迷惑よね。うん、あ、ミクちゃんたちならまだ起きているかしら。ライブの準備、私たちも手伝いたいな。え、いいけど、どうしたんだい。みのりちゃんたちが自分たちでイベントとか衣装のデザインを作ってるのを見て思ったんだ。私たちもライブをただするだけじゃなくて、自分で作ってみたいなって手取りを考えたね。準備のお手伝いをすることはあったけど、最初から作ったことってほとんどないから教えてほしいの。
なるほどね。じゃあ次のライブは一緒に作ってみようか。やったー。何からやろっかな。ライブもやりたいけど、みのみちゃんたちみたいに握手会もやりたいよね。うん、そうだ。いつもは着られないような衣装とか着てみようかな。わあ、いいね。面白いライブになりそうだね。でも、その前に雫ちゃん、いらっしゃい。ごめんなさい、大事な話し合いの最中なのに。うん、気にしないで。どうしたの、雫ちゃん。ええ、実は。そっか、衣装のアイディアが浮かばないか。みんなは自分の表現したいものがしっかりあるのに、私には何もないように感じるんです。ファンのために、モアモアジャンプのみんなのために、いいデザインを作りたいのに。しずくちゃん、しずくちゃんが作りたいいいデザインってどんなのかな。え、それは。モアモアジャンプのみんながステージの上で輝くことができて、私たちを応援して力を貸してくれるファンのみんなに、それ以上の希望を届けられるようなものが一番だと思うわ。なるほど、いいデザインになりそうだね。ありがとうございます。だけど、そう思ってデザインをしてもしっくりくるものができなくて。そっか、デザインって難しいもんね。何か参考になるものがあればいいけど。あ、そうだ。ねえ、しずくちゃん、ついてきて。え、どこに。ふふ、見せたい場所があるんだ。あ、もしかしてあそこに行くの。私も一緒に行きたいな。うん、じゃあ一緒に行こう。カイトくん、話し合いは後でいいかな。もちろん、行ってらっしゃい。ありがとう。すごいわね。これ、全部ステージ衣装？私たちとルカちゃん、メイちゃん、あとカイドくんとレン君の分もあるよ。次のライブもここにある衣装から何を着るか選ぼうと思ってるの。ふふ、いろんなアイドルの衣装があるけど、着替えるとなんだか変身した気分になれるんだよね。変身？そうだよ、いつもと違う私みたいな。キラキラしてて、何でもできる気分になれるの。いつもと違う私。それにね、しずくちゃん、ここにある衣装は全部思いからできてるんだよ。思いから？みんなを笑顔にしたい、希望を届けたい、キラキラ輝ける自分になりたい、そんなみんなの思いが衣装になってるんだ。だからね、
しずくちゃんがどんな思いを衣装に込めたいのか、それが見つかればきっといいデザインができると思うよ。どんな思いを衣装に込めたいのか、私は。私が衣装に込めたい思い。すず、いろんなアイドルの衣装があるけど、着替えるとなんだか変身した気分になれるんだよね。変身？そうだよ。いつもと違う私みたいな、キラキラしてて何でもできる気分になれるの。キラキラして何でもできる気分なんだかわかる気がするわ。そういえば私も昔。踊れるようにならなくちゃ。みんなの足を引っ張らないように。お姉ちゃん、こんな時間まで何して。あ、最後のターンでよろけないようにちゃんと止まって。ミスしないで踊り切れたわ。よかった。そうだ、今の感覚を忘れないようにもう一度練習しておかなきゃ。ワン、ツー、スリー、フォー。今日は衣装合わせの日ね。これが終わったらもう本番はすぐ。あ、はい。少し緊張しちゃって。本当に可愛いわ。こんなに素敵な衣装を着て
ステージで踊れるなんて。そうね、今の私はチアフルデイズの日の森しずく。ただの日の森しずくじゃない。アイドルとしてファンのみんなに希望を届けなきゃ。ここから先は本番。ファンのみんなが見てるし、ミスは許されない。練習はたくさんしたし、歌も振りも覚えてる。愛理ちゃんも見に来てくれるって言ってたし、ちゃんと成功させないと。大丈夫。私はアイドルなんだから。皆さん、はじめまして。日の森しずくです。今日は精一杯、歌って踊ります。私たちの歌、聴いてください。すごい。体が軽い。あれだけ苦手だったパートも、嘘みたいに踊れる。まるで魔法にかけられているみたい。すごい声援。今まで聞いたことがないくらい。こんなにもたくさんの人が私を見てくれているのね。アイドルの私を。みんなの応援に応えたい。みんなに希望を届けられるような私になりたい。私にそんなことができるのかわからないけど。この衣装を着ていたらきっとできるわ。私はアイドルの日の森しずくだもの。だから最後まで笑顔で頑張らなきゃ。まだまだ私たちのライブを楽しんでいってね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくね、私の魔法使いさん。ごめんなさい、変ですよね。なんだかこの衣装を着ればいつもとは違う自分になれるような気がして。なんでもない私をキラキラするようなアイドルへ変身させてくれる衣装だから魔法使いさんなんです。違う衣装。
そうなんですね。この衣装じゃなくなっちゃうのは残念だけど、また違う私になれるのは楽しみね。お疲れ様でした。ありがとうございます。ファンのみんなに喜んでもらえていたら嬉しいです。よかった。本番で全然緊張しないのもきっとあの衣装のおかげね。はい、またご指導よろしく。私に？でも、その、嬉しいんですけど、私なんかよりも先輩たちの方がいいんじゃ。はい、ありがとうございます。ステージの上の私を見てお仕事が嬉しいわあなたのおかげかしら。ありがとう、魔法使いさん。日の森しずくです。今日はよろしくお願いします。はい。まさかモデルのお仕事をやることになるなんて思わなかったわ。私にできるのかちょっと心配だけど、でもチアフルデイズのためにも頑張らなきゃ。わあ、素敵ですね。シンプルで大人っぽいけど、さりげなくフリルがついてるところが可愛い。シンデレラ？とても素敵なテーマですね。実は私もアイドルの衣装を着ると魔法にかけられたような気がするんです。はい、私アイドルとして自信が持てていなかったんです。でもステージ衣装を着たらなんだかいつもと違う私になれた気がして。私、今日の撮影頑張ります。このワンピースに込められた思いをちゃんと伝えられるように。たくさんの女の子に私と同じような素敵な魔法を届けられるように。アイドルにしてくれる思いの魔法か。
なこともあったわね。あれからいろいろあって、衣装のことを考える余裕もなくなってしまったけど。あの頃の私は、アイドルの衣装にとても助けられていたのよね。もし、私がモアモアジャンプのみんなに魔法をかけられるのなら。みんな、デザインはできた？うん、バッチリだよ。私もできたわ。ちょっと苦戦したけどね。愛理ちゃんのデザインすごく良かったから、どんな感じに仕上がっているのか楽しみね。みのりちゃんとはるかちゃんのデザインも早く見たいわ。その様子だとしずくもうまくまとまったみたいだね。ええ、私ならこういうデザインにしたいなっていうものがようやく見つかったの。衣装のデザインをしたことはないから、センスはちょっと自信がないんだけど。大丈夫、こうしたいって強い思いがあればすっごくいいデザインになるんだから。アイリちゃん、ま、私もデザインなんてしたことないし、そうなんじゃないかって思ってるだけだけどね。そうだね、しずくがデザインした衣装も楽しみにしてるよ。私もしずくちゃん、モデルさんもやってたから絶対センスもあるはずだし。みんな、ありがとう。じゃあそろそろ時間だし始めようか。今日も私たちの配信でみんなに笑顔を届けるわよ。あー、みんなお待たせ、モアモアジャンプの生配信の時間よ。今日も見てくれてありがとう。ねえみんな、この前の配信でライブ衣装のデザインコンテストをするって言ったのを覚えてる？ええ、とってもいいものができたと思うわ。でも、すっごく大変だったな。私、アイドルになったらこういうのを着たいって妄想してたからすぐできると思ったのに、全然うまく形にできなかったもん。みのりは本当に何枚も書いてたよね。すごい想像力だわ。私なんて昨日ようやく完成したくらいなのに。しずくも結構苦労してたわね。でもその分、どんなものを描いてきたのか楽しみだわ。うん、私たちまだお互いに完成したものを見てないんだよね。だからみんなと同じくらいワクワクしてるんだ。みんな楽しみにしてくれてるみたいね。じゃあ早速コンテスト始めようか。うん、みんな行くよ。せーの、ももじゃん衣装デザインコンテスト、イエーイ。じゃあルールをおさらいするよ。今から私たち4人が考えてきたモアモアジャンプの衣装デザインを発表していくから、どのデザインがいいかみんなで投票してね。じゃあまずみのりからね。
よろしくお願いします。じゃあみのり、発表よろしくね。はい、私のデザインはズバリこれです。じゃじゃーん。へえ、王道のアイドル衣装って感じね。かわいいわね。この背中にあるのって羽？うん、そうだよ。いつでもどこでもファンのみんなのところに希望を届けに行くよって思いを込めたんだ。みのり、すっごくいいじゃない。みのりらしいって感じで。ええ、ファンのみんなのことを思っているのがわかる素敵なデザインね。あとは天使のはるかちゃんを見たいっていう気持ちもこっそり込めてあったり。ただの市場ね。みんなも気に入ってくれたみたいね。じゃあこの調子で次ははるか、よろしくね。うん、わかった。私のデザインした衣装はこれだよ。あ、すごい。かわいいけどスタイリッシュでかっこいい。ええ、色も爽やかで春香っぽいわ。ちょっとセーラー服みたいな要素も入ってるのね。うん、基本的にはどんなダンスでも踊れるように機動性が高い作りにしたかったんだ。セーラー服のモチーフは学生の私たちだからこそ届けられるフレッシュさを表現したいと思って。あと、私たちが出会ったのは学校だから、その時の気持ちを思い出せるように。感じてくれると嬉しいな。はるかちゃんのデザインも素敵ね。ええ、でも私も負けてないわよ。ほら、見てちょうだい。そう、私のテーマはハート。歌とダンスで私たちの思いをみんなに届けたいから、ターンやジャンプをした時にスカートの裾がハート型になるようにデザインしたのよ。前に見た時よりすっごく完成度が上がってるわね。ありがとう。まあイメージで作ってるから、動いたら本当にハートになるのかは分かんないけど。でもコンセプトはすごくいいと思うよ。私もこの衣装着てみたいな。うん、はるかちゃんすっごく似合うと思う。あんたね。じゃあ最後はしずくかしら。あ、そうね。私のデザインはこれよ。どれどれ。じゃないんだ。もしかして私たちの分あるのかな。全体的なデザインは統一されてるけど、少しずつ違ったデザインになってるんだね。しずく、これはどういうテーマなの。ええ、私の衣装のテーマは魔法よ。魔法？私ね、昔デビューしたばかりの時、自分に全然自信がなかったの。ダンスも歌もみんなより覚えるのが遅かったから、何度も何度も練習したんだけど、本番でミスしないで踊れるのかすごく不安で。
だけどね、アイドルの衣装を着るとなんだか自分じゃない気がして。なんでもない日の森しずくじゃない、アイドルの日の森しずくとしてみんなに希望を届けられるような気がしたのよ。きっと私はあの衣装にキラキラ輝けるような魔法をかけてもらっていたんだと思うの。だから私もモアモアジャンプのみんなに魔法をかけられるような衣装をデザインしようと思って。なるほどね、そんな思いが込められてたんだ。魔法をかけるってなんだかすごいね。聞いてるだけでワクワクしてきちゃった。だけど一体どういう魔法なの？少しデザインが違う部分に何か仕掛けがあるのかしら？ええ、まずみのりちゃんの衣装はこれからどこまでも高くジャンプできるように羽みたいなふわふわなスカートにしてあるわ。はるかちゃんの衣装はいつでもアイドルらしく輝けるようにキラキラした美獣の装飾をしているの。愛梨ちゃんは笑顔がとっても似合うからずっと笑顔が咲き続けますようにって思いを込めてお花柄のレースとリボンをつけてあるのよ。それからファンのみんなにも魔法をかけたいの。歌って踊る私たちを見て少しでも笑顔になれるように、ファンのみんなに希望を届けられるように、全ての衣装にクローバーをつけたのよ。デザインとしてはまだ甘いと思うし、ちゃんと魔法をかけられるかわからないけど。よかった。みんな、ありがとう。私もこの衣装、すごくいいと思う。でも、私たちの衣装はあるけど、雫のは？あ、実は、私の衣装はまだできていないの。自分にどんな魔法をかけたらいいのか、わからなくて。そうだったのね。ねえねえ、だったら私たちで考えてみない？え？雫の衣装のコンセプトに合わせて考えると、ステージでどんな輝き方をしてほしいかだよね。雫のこと、よく見てくれてるわね。そうだね。みんなのアイディア、すごくいいと思う。うん！努力の結晶って言ったら、やっぱり汗と涙とか？あ、じゃあ雫のモチーフを入れればいいじゃない。それをスカートとか、腕の部分に散りばめてあげてっと。ほら、こうすればターンをした時とかライトが当たった時に雫のモチーフがキラキラ輝いて見えるわ。わあ、すっごくかわいい。雫、どうかな？勝手に作っちゃったけど。とっても嬉しいわ。本当に。みんな、ありがとう。このデザインだけで、私も魔法をかけてもらった気がするわ。
コンテストってことで始めたけど、なんだかこの衣装を着たくなっちゃったわね。そうだね。私たちに一番ぴったりな気がするし、雫の衣装もみんなで考えたから思い入れができちゃったな。私も雫ちゃんの考えた衣装着てみたい。やっぱりそうよね。雫とみんなが良ければこの衣装にしたいんだけど、どうかしら。みんなありがとう。とっても嬉しいわ。しずくちゃん、おめでとう。この衣装でステージに立てるんだね。すっごく嬉しいな。そういうことになるわね。私も今から楽しみだわ。でも、みんなに一つお願いしてもいいかしら。これで完成にするんじゃなくて、みんなの意見を取り入れて、もっともっと素敵なデザインにしてみたいの。みのりちゃんたちの作ったデザインや、さっき私の衣装を考えてくれるみんなを見て思ったのよ。みのりちゃんたちもコメントをくれるみんなも、きっと私じゃ思いつかなかったアイディアや素敵な表現方法を持ってるって。だからみんなのアイディアと一緒にもう一度デザインを練ってみたら、今よりももっと素敵なものになるんじゃないかって思ったんだけど。しずく、私はいいと思うわ。みんなも賛成してくれてるみたいだね。ありがとう。じゃあ見てくれてる人の中でもし手伝ってくれる人がいたら、後で応募フォームから連絡してほしいな。しずくと一緒に私たちに魔法をかけてくれると嬉しいわ。少し照れるけど、みんなよろしくね。初めてチアフルデイズの衣装を着た時みたいに、みんなに魔法をかけられたらいいなと思ってたけど、私もみんなに魔法をかけてもらっちゃったみたい。モアモアジャンプのみんなから、それにファンのみんなからもらったたくさんの希望と魔法をこれから返していけるように、みんなと一緒に歩き続けていきたいわ。